どうも、エビゾーでーす。今回はアンコウをさばいていきたいと思います。先ほど見ていただいたのだいたい標準のアンコウですね。で、今回やるアンコウはですね、市場に出回らないぐらいの大きさですね。調子庫で回ったものをバイヤーさんに直接、買ってもらったやつですね。調子直送です。14キロ、ほぼほぼ、築地市場、その他市場ではあんまり出回ってこないやつですね。はい、で、まずは、提灯の部分を切っていきます。で、次は皮を剥いでいくので、上身と下身で分けて皮を剥いでいきます。ということで、口のところから包丁を入れて、皮を剥いでいきます。で、皮の部分は、皮がよくくっついているので包丁で取っていかないと取れないので、このように包丁を入れていきます。で、反対側も、包丁で皮を剥いでいきます。ではここから包丁を使わずに、力で剥いでいきます。引っ張っていくと皮がむけていくので、ただ物が大きいんで結構力が必要なので。はい、これで上身の皮を剥いでいきました。今度下身の皮を剥いでいきます。これも同じ顎下に包丁を入れていきます。で、ここまで包丁を入れたらまた手で剥いでいきます。
続きまして、腹を裂いていきます、肛門のところから包丁を逆さ包丁をして顎下まで包丁を入れていきます。で、今持ってるのが大腸ですね。で、次は肝臓の部分を触っていました。で、あん肝を作るので、肝臓はきれいに外していきます。で、続きまして、小腸、腸ですね、はい、腸を引っ張って取っていきます。で、今十二指腸潰瘍のところですね。ああ、入ってる。で、胃袋に、持って帰る。カレーですね。カレーが入ってました。味じゃないと思う。なんかカレーかな。丸飲みするんでね、あんこうの場合だと。たまにブリとか、大きい、本当に1キロぐらいのやつが飲み込んであったりとかします。まあ、それは調子直送ならでは。ですね、はい、で今、胸びれの骨のところから切っていきます。反対側も、関節部分ですね、そこに包丁を入れると簡単に取れていきますので、そこで包丁を入れていきます。そしてエラ部分を外していきます。人間でいうところの、鎖骨の部分ですね。そこに骨、関節のところに包丁を入れていきます。
包丁から取ってるのが腎臓部分ですね。はい。あんこは全部の部位なるべく食べられます。はい、なるべくというか、まあ全部食べられる、捨てるところがないと言われてます。で、お店で使う部分、使わない部分ですね、それはエラと目玉ぐらいですね。それは使わずに、その他は全部鍋にしてしまいます。で、続きまして、頭の部分の、頬肉ですね。それはあんこの中で一番美味しい肉とされています。よく発達してるということで、コリコリというか食感がとてもいい、筋肉質な身ですね。食べれないというか出さない、お店で出さないです。口、怪我しちゃったりするんで、はい、結構獰猛な口なんで、はい、小口に切っていきます。で、目を外して捨てていきます。結構あんこの骨っていうのは硬くはないですね。はい、一番硬いのはタイの骨とかですね。結構柔らかい方に入ると思います。で、続きまして、エラ部分を外していきたいと思います。Thank you.
で、続きまして半分に切っていきましょう。で、胃を取り出していきます。これがいいです。あんこもになります。で、その中にタイが、タイじゃなくて、ヒラメですね。ヒラメ、カレー、カレー、すみません、で、続きまして、十二指腸の方を外していきます。舌ビラメです。すいません、カレーの中の舌ビラメっていうカレーが胃の中に入ってました。で、ぬめりが、胃液が結構ついてるんで、包丁でしごきます。あとで塩できっちり揉みます。はい、臭みが一番出やすいところなんで、内臓だと。はい、で、内容物をこのようにしごいていきます。これで、内臓の掃除の方は終わりになります。です。内臓っていうか、あんこは臭みがある場合がありますので、臭み抜くために塩で揉んでいきます。あとぬめりですね、あるので、塩で揉んでいきます。で、まずは、あん肝を作りますんで、50で塩できっちり締めていきます。で、こちらは揉んでいきます。身の方も揉んでいきますね。全部揉んでいきます。塩で揉んでいきます。で、今持ってるのが胆のうです。胆のうもいらないんですけど、こちら、内臓はよく揉んでいかないと、臭みが残ってしまうので、はい、きっちりきっちり揉んでいきます。一番は胃ですね。はい、で、揉み終わったら水洗いして、湯振りしていきます。
水処理になります。ご視聴ありがとうございました。エビゾウでした。